今回使用したタックなんですけれども、まあ、ライター時とかねライトウィリーなんかでも使えるような7-3調子のちょっと短めの竿を使いました。重り負荷がだいたいマックスで65ぐらいの竿であれば十分丸いカツリには使えますので、7-3調子であれば直ブラも直結もできますので、もし持ってない方はもう最初はこういう何でも使えるような竿でスタートするといいと思います。でリールの方は T が今日は1号ですね、1号を 200m ぐらい巻けるリールを使用すれば特に問題なく丸いカツリを楽しめます。でもしもう丸いカツリにはまってしまったっていうような方には丸いカ専用のこういったもう先が非常に柔らかいようなこういった竿を使用すると、まあ、より楽しい丸いカゲームが、ね、できると思います。まあ、はまってしまったらこういう竿も使ってみてください。直ブラの説明の方させていただきます。直ブラの方なんですけども、だいたい幹糸から1センチぐらいですね、枝数があってその先にすってがついている、要はほぼ幹糸のすぐ近くにあるブランコというのが、まあ、直ブラという名前です。で基本的に特徴としてはもう枝数が短いんで、まあ、イカがこう触った時に当たりが出やすいというのが一番の特徴と、この遊びがある分、波があるような時でもこうイカがこうかかった状態でもバレにくいというのが特徴になります。でそのバレにくいのも利用して、この落ちるっていうのを利用して上に誘ってて、もし当たったとしますね、当たった時にすぐさまスッと下げるとこれだけでこうかかっちゃう、それでその後にまた合わせを入れればしっかりといかんかかるっていうのがちょっとブラの特徴です。なので、まあ、竿が柔らかいとか深いところで合わせがしっかり効かないような時にはこの直ブラは結構有効に利用できます。今度はね直結仕掛けの特徴を説明します。直結仕掛けは、まあ、その名の通り幹糸に直接つってを結んで、さらに下にももうすぐ幹糸が来る、要は一直線状になっているのが直結仕掛けです。直結仕掛けのメリットとしては、まあ、幹糸一本なんでイカがこうちょっと触っただけでもすぐに竿先に当たりが出る、それがもう一番のメリットです。でもう一つはイカがこう抱いた時にしっかりと抱き込むことが多いんで、結構かかりがしっかりかかるんですね。だから巻き上げてる分には結構早く巻いてもバレないことが多いのがこの直結仕掛け。あと一つは、手返しが早い、要はもうこのままイカがかかっててひっくり返せばもうイカがポロッと落ちちゃうんで、それがもう一番のメリットですね。ただ直結のデメリットとしては、まあ、バレやすい、非常に巻き上げるスピードが速い分にはバレないんですけど、ちょっと緩めるだけで要はこんだけしか針の分しか刺さってないんで、この分を落とすってことはもうそれだけでイカが下手すれば外れてしまう、これはもう一番のデメリットです。直結仕掛けの方は、まあ、最初慣れないと結構バラシも多いんで、初めてやる方は直ブラ仕掛けで、慣れてきたら直結仕掛けで数するっていうようなやり方をすればいいと思います。